じゃじゃーん、リングのタケコプター、はーい、なんちゃって今ね、リングは若洲海浜公園に来てます。はーい、それでね、ちょっと待ってね、今充電をしがってら YouTube ライブをねちょっとやってきて、それでこれからごめんね、さっきの続き、お散歩の続きをこのまま見て、ほら、じゃ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 ーん、若洲海浜公園の風力発電の風車です。最高、じゃじゃーん、うおー、最高だね。ここ今ね、ライブしてきた。はーい、よかったらね、あの YouTube ライブの方に、アカペラの方にね、あのライブアカペラでアップしてあるので見てくれると嬉しいです。はーい、でここは江東区の若洲海浜公園です。なんかね、若洲海浜公園も東京都の若洲海浜公園と江東区の若洲海浜公園と両方あるみたいです。はーい、詳しくはごめんね、ググってね興味のある方は若洲海浜公園でググってくれると嬉しいです。ほいで、ほら、ここね、あのヒューンとかってやるやつ、今ほら、ちっちゃい女の子がヒューンってしてやったりとか、あとここもほら、アスレチック的なね、ちっちゃい子向けの遊具があります。ほら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 、あれいいよね、ヒューンってやるやつね、最高だね。おー、はい、あとこう、なんだ、滑り台、あ、ここにもね滑り台があって、あとこっち側がこうネットを登っていくやつとか、こんな感じ。あとそのアスレチック用具とかがね、あっちはちっちゃい子向けのベビーさんとかができそうなやつとか、あとこれは何だろうね、ちょっとよくわかんないけど、ちっちゃなアスレチックがあります。はい、あ、そこにおトイレがある。はい、それでじゃじゃーん、そこがね駐車場、じゃじゃじゃーん、それでここがサイクリングロードになってます。おトイレもねここにあるので安心。じゃじゃじゃーん、すごい綺麗でしょね。え、週末とかはね、結構たくさん家族連れがね来たりとかしてにぎわってます。今もね、家族連れが来てお散歩してるね。はい、そう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 、あ、トンボ、すごいトンボがいっぱいいる。うおー、トンボ、トンボのメガネは水色メガネ、青い空を飛んだから、飛んだけんばいっぱいいる、わお、すごい、そう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 、それでなんだっけな、そう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 、なんかね、さっきねあれ見たら、若洲海浜公園、若洲で釣り教室、小学校 1,2 年生向けの、低学年向けの1年生2年生限定なんですって。それで保護者さん同伴で5組10名様まで申し込みがね、今度の月曜日から24日かなの月曜日から30日で、31日に開催されるそうです。はい、なんか午前中の2時間だか3時間だかだけやるみたいよ。それで費用が2000円かな、確か。ごめんね、ちょっと今ど忘れしちゃった。ちょっと待って、さっきねメモ書いといたのよね。
あ、向こうに着いてからでいい？よし、ちょっと待って、じゃあメモっといたんだけど、あった、第1回小学生釣り教室低学年限定、9時半から12時まで、10月31日の日曜日、申し込みが10月24日の日曜日から10月30日土曜日、はい、受付が10時から16時半かなまでだそうです。それで申し込みがね、若洲海浜公園管理事務所、03-3522-3225、直接電話してください。興味のある方はこんな感じ。それでね、持ち物が汚れてもいいタオル、ハサミ、帽子、乗り物、レインウェア、あの雨がっぱみたいなもんね。それで洋服は動きやすい服で、濡れてもいい靴で着てくださいとのことです。サンダルは不可だそうです。はい、興味のある方はね、若洲海浜公園管理事務所まで電話して直接聞いてみてくださいね。なんか先着順だそうなので、これも決まったのが最近みたいだからね、早いもん順ちょうど行けたらラッキーって感じだね。はい、費用が2000円かな。うわー、綺麗だな。はい、こんな感じで、じゃじゃじゃーん、イエーイ。それでね、バーベキューとかさ、あれもあるのよ、キャンプ場がねあるんだけど、今ねお休み中、コロナのあれでお休み中だそうです。はい、じゃじゃーん、暑い。この若洲海浜公園散歩も久しぶりだよね。そうそう、来たいと思ってたのよ。だけどさ、ここもね、真冬は寒いしさ、真夏は暑いしさ、もう今が最高。もう来るんだったら春か秋。もう真冬の寒い海が好きな方はぜひ冬でもいらしてみてください。でも来るんだったら春とね、秋ガーリングはおすすめです。さすがにね、年齢的にもこんな感じでキャンプの、あれキャンプ張ってる人がいるね。あれ、これは何だろうね、単純にあれかしら、セットかな。はい、それでこっちがキャンプ場です。キャンプ場入り口、じゃじゃじゃーん、キャンプ場入り口、今ね、要予約、日帰りも含め、キャンプ場の入場は10時15分からの受付を済まされてからになります。キャンプ場のご利用は日帰りも含む予約が必要です。予約のない方は入場できません。江東区立若洲公園、はい、ここ今ね空いてない、コロナのあれで。でも見て、綺麗。じゃじゃじゃ、今ね売店もお休みです。残念ながら売店もお休みだし、キャンプもお休み。ゲートブリッジ、釣り施設は開放してます。こっからね200メートル、はい、道なりに行くと釣り場に着きます。じゃじゃーん、うわー、来てよかった。はいはい、ね、最高だね。じゃーん、ゲートブリッジ、じゃじゃん。それでそっち側に見えるのが若洲ゴルフ
スプリング場。はい。あの、ゴルフでコース回ってる人がいたね。じゃーん。とってもね、あの、人気コースで、予約もすごい大変らしいです。撮るのがね。まあ、最高よね。てか今日はさ、トンボがすごいね、トンボ。あ、秋だからか。ね。すごい綺麗。ほら、見て、芝生とかグリーンが最高。それでさ、そこで、焚き火ができるのかな？なんかバーベキューができるのかな、あれ。ね。それでそこのところに炊事場があって、あとほら、テーブルとか炊事場があるので、もうおすすめ。それで、なんだっけな、手ぶらで何も持たないで来ても、売店でね、やってる時であれば、キャンプセットみたいな食べ物とかね、あるみたいよ、バーベキューセットみたいなのが。なのでね、このキャンプ場が早くオープンできるといいね。また再開すると。今の時期最高だからね、やっぱ。掘りすぎちゃうと寒いからね。うわー、それにしてもほんと綺麗。ベリービューティフォーです。はーい、あ、係員の人がね、お掃除、お片付けしてくれてる。じゃじゃーん。じゃ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 ーん。ほら、すごい綺麗よ、グリーンが。芝生もね、ふかふか。さっきさ、ほら、若洲公園のさ、あれのところあったじゃない？風車のところ。ね、そこもね、こう、芝生がふかふかでね、もう最高だった。今ね、アカペラライブ、あれ？ 4 曲か。3曲？ 4 曲？ 4 曲？ 3 曲か。3曲ほどね、今歌ってきたんだけど。じゃじゃーん。うおー、東京ゲートブリッジ、到着。あ、見て見て。釣りしてる人がいっぱいいる。そっか。釣りの旅場がオープンされてるので、コロナの時、前来た時は向こう側のところあるでしょ？左側の。あそこが閉鎖されてたんだけど、今はオープンしてます。ちょうどほら、見て見て見て。ゲートブリッジの下。それでこう、なんだろう、柵があるので、うわ、めちゃめちゃ混んでる。ああ。すごい綺麗。投げ釣り、ちょい投げはいいらしいんですけど、投げ釣りは禁止だそうです。あんだけさ、人がいたら、だって投げ釣り危ないもんね。釣り糸が絡まっちゃったりとかして、危ないので。うわー、こっち側もほら。ちょうど一つ開けた。あー、座ろう。こんな感じ。イエーイ。さて。イエーイ。はい、見えるかな、東京ゲートブリッジ釣り場到着です。ここもね、ずっとね、釣りができるようになってて、それでさ、柵があるから小さいお子さんが来ても全然安心。超混んでる。それで前来た時はここが閉鎖されてたので、向こう側に誰も入れなかったのよ。まあ、ここまで閉鎖されてたけどね。でもほら、今回はすごいいっぱい人が、結構ね、初心者でも簡単に釣れるっていうことで有名だそうです。それでアジとかシロギスとかサバとか、なんかね、全部で12種類ぐらい、この時期ね。あとクロダイとか釣れるらしいですよ。ぜひ東京湾の美味しいお魚を釣りに来てみてはいかがでしょうか。おすすめおすすめ。うおー、すごい。ちょっと待って、こんな感じよ。うおー、すごい。うおー、
っと待ってね、見えるかな、ほら、あー綺麗、見てすごい綺麗、ほら下まで見える、ほらこの間来た時は全然何も見えなかったんだけど、海面がこんな感じでキラッキラ、すごいキラッキラ、うわー綺麗。ちょっとね、あの眩しいのでみんなサングラスか日傘か帽子持ってくるといいです。はい、こここんな感じで、最高ね、最高だね。はーい、あー無事到着、わあ綺麗、お天気もいいし、ほら見て見て見て、もう雲一つない最高の天気、ああ見て見て、あやってるね、東京アウトドアセンターフィッシングストアさんはやってます、売店はやってるので、でもそんなに長い時間やってないんじゃないかな、結構早い時間に終わっちゃうと思うので、安心です、ぜひいらしてください、お菓子とかドリンクとか何でもあるみたいです。おー、ここの、釣りの売店はやってます、若洲海浜公園のね、うわー最高、ほらそれでおトイレもすぐ目の前にやって、駐輪場もあって自販機もあります。はい、 あそこに灯台がある、ほら、気がつかなかった、灯台がある、ね、うわー結構波が荒いな、ほらうわー、ほら岸壁に、うわ結構波が荒い、うわそこだけ波が荒いんだよね、はい、引っかかんないように気をつけよう、はい、こんな感じです。あ見て富士山も見える、見て正面にね富士山が見えてる、うわー風光明媚で最高だね、ここうわー最高、富士山も見えてるし、あと東京ゲートブリッジ、じゃ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 ん、こんな感じ、それで見て見て、ほらこんなにいっぱい来てんの、もうねこれだけ人がねいっぱいいたらさ、あの投げ釣りすると危ないので、糸が絡まっちゃったりとか隣の人にぶつかっちゃったりとか、ちょい投げだったらいいらしいんだけど、思いっきり遠くにボーンって投げるのは禁止らしいです。はーい、すごっ大人気、それでここだとほら柵がしてあるので子供連れでも安心です。向こうが岩場の方は危ないけど、こっちの柵の方だったらね全然親子連れで余裕でできるので、興味のある方はぜひね来てみてください。はーい、それでそこにね売店があるので、売店で、釣りの餌とか仕掛けとか、あと手ぶらできてもね大丈夫なように釣り竿レンタルできるそうです。それからねなんかね、釣り竿はここね2本しか持ってきちゃいけないらしいです。はーい、ぜひぜひ皆さん興味のある方はいらしてみてください。わー最高、さてとということでね、どうしようかな、よし、じゃあね、さっきさめちゃめちゃ時間かかっちゃったね、あれ食べよっか、買ってきた今お昼ご飯売店ほらやってないと思ってたからさ、売店ほらお休みって書いてあったから、だからね買ってきたのよ。はい、じゃじゃじゃん、ちょっと待って、じゃーん、見てこのさミッキーのこれ、このバッグね、リングね、あれ、クレーンゲーム1回でゲットできたの、ラッキーなことに。
はい、かわいいよね、ミッキーの蒸気船のやつ、お気に入り。それでこの、東京、おいお茶、東京限定のリングが知ってる限りでは、新木場駅前の自販機でしか見たことないです。もしかしたら東京駅とか行けばあるのかもしれないけど。それで今日はね、ロッテリアアプリ限定で、あ、ミッキーもちょっと今お茶してます。なんだっけ、飲み物が半額だそうです。アプリ会員限定らしいです。それでね、ちょっともう冷めちゃったんだけど、じゃじゃーん、じゃじゃじゃん、絶品チーズバーガー、ロッテリアの。これね、ご飯バーガーなの。ちょっと待って、ティッシュだけ一つ出しとこう。絶対照り焼きだから手汚れると思うんで、ちょっと待って。じゃじゃじゃん、じゃあちょっとこれこんな感じ。わー、結構風が強いな。これで映んない？大丈夫か、大丈夫、見える？あー、ごめん、ちょっと、ちょっと斜めになりすぎてる。見える？新商品だって、ロッテリアの絶品チーズバーガー。開けるよ、じゃじゃじゃーん。これもう冷めちゃったからね、なんかレンチンする場合は500ワットで10秒だそうです。はい、うわー、うまそう、見て。ちょっと冷めちゃったけど、こんな感じ。あ、おにぎりになってる。海苔で巻いてあるよ。海苔で巻いてあって、ご飯と、じゃじゃじゃん、チーズと、あとマヨネーズ。こんな感じで。見えるかな？こんな感じ。めちゃめちゃ美味しそう。はーい。ということで、ちょっと食べるね。うわー、すごいな。波が。ちょっと待って。ではいただきます。うん、うまっ。冷めても美味しい。これさ、海苔のご飯にこの海苔の風味がすごいいいね。濃厚なチーズと、あ、これはいいわ。冷めても美味しいよ。ほら、やば、やば。見て、見える？ハンバーグもね、柔らかくて美味しい。うん、これはね、お茶だな、お茶。あ、お茶がぬるくなっちゃった。人はね、気をつけた方がいいかも。結構ね、波がね、荒いよ。岸壁のところに、波が結構荒い。水しぶきがすごいもんだって。うわー、すごい。まあ、こんなもんなのかな。
わあすごいな。でもこの間来た時はこんなに水しぶきなかったから、今日はやっぱりちょっと波が荒いのかもしれない。少し風が強いからか。まあ海なんてそんなもん。じゃん。あ、最高。おいしい。こんな感じ。もうね、これね、おすすめ。ぜひね、新作ロッテリアのご飯バーガー食べてみて。すごいおいしい。やばい、これハマる。うん。うまい。これね、やっぱさ、ご飯だから、あれ、お茶が合うね。うん。おいしい。ほら見て。この絶景を眺めながらのご飯よ。最高よ。ほら、結構波がね、水しぶきがね、上がってて。ということでね、今日はね、こっち？あ、動かないね。まあいいか。今日はね、たくさん見てくれてありがとう。じゃじゃじゃーん。こんな感じです。それで、これの、アーカイブを、YouTube の方にもアップするので、お散歩動画の方にね、アップするので、よかったら、見てくれると嬉しいです。IGTV、インスタテレビと YouTube の方にアップします。よかったら見てください。はい。これおすすめ。うん、ロッテリアのうまい。最高。それ冷めても美味しいからさ、最高よね。はい。ありがとう。こんな感じで、バイバイ。ほら、結構波がすごい。ね、じゃあね、バイバイ。終了どこで済んだっけ。